この町の商店街に長蛇の列を作る一軒の店がある。鶏と卵専門店ゆりだね。そのとある唐揚げに魅せられた男がいる。お袋の味ではないか、ガキの頃から変わらないチキン。もはやこの声も曲もリズムも生き様さえも鶏そのもの。人気メニューはチキンボール、口に放る牛円のコーク。だが主役はアウトオブ眼中、紬は年中味わった監修。まずは開封、すぐに立ち込める。リコークするガーリー、骨と身、そして衣に染みる香り味わい、まさにリーダー。さあ手につかめこのライムのメイン。茶色の衣をまとったゆっくり、両手で端を持ち上げ、あとは肉と肉に溺れるだけ。IBS が見つけ、クリスピー柔らかなチキン、それとカリッと衣もクリスピー。何もかも忘れて指も油まみれで、誰もどれ席を泣いて虜になっちめ、いざ抱きしめ。 SPARPRIBS が見つけせ、一本芯でフォールに絡む喝采ソウルフード。野生みたいな化け物のように、骨まで回す魔物のように、誰もそれを止められないで、一刻を火がつくまで。つかめ食らいつけ、回せかぶりつけ、筋トレ次の一本へ。つかめ食らいつけ、回せかぶりつけ、まず筋トレさらに一本。ブレーキなんてもんはねえ、身の限界まで味わい尽くせ、あとは骨が転がるだけ。デコでキャッて楽しめろ、その幸せ。